こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3すき焼きやっていきます。昼の間にジャポンでは銚子島に行こうっていうことだったので来てみました。この後はヨップル社に向かえます。ヨップル社へ行くって話だな。お、話が早い。そうそうそうなんですよ。このおっさん一体何者だに。ミーたち妖怪の姿が見えて、おまけにヨップル社のことも知ってるなんて、謎はますます深まるばかりだに。このあたりのお話をまたね、クエストを進めていって追加されたエンマノートのクエストで分かってくるんですよね。うん、それはすき焼きでやるのも楽しみです。よーし、ちょっと待ってろ、すぐに準備するからよ。ところ変わって、夜の間に時計屋に行こう。でも、ボブさんのところに向かいます。 USA 側は夜なんですよね。雲海峡のネットワークも、ボブさんの時計屋近くがあるので、ここに飛んで向かいます。よいしょ。いやー、どちらもここで合流する。このシーンすごく寿司でも天ぷらでもやった時にも好きだったんですよね。お待ちしておりましたよ。ヨップル社の工場見学ですよね。なんで知ってるの。さて、なぜでしょうな。このボブさんも私としては気になるキャラクターの一人ですね。ほう、何者なんだろうっていうのがわからない。でもすごい人なんだと思います。どうぞこちらに、もう準備はできておりますので。お、リンクするぞ。わー、エレベーター。わ、何これ。どうぞこちらに、この扉を通ればヨップル社です。はい、ジャポン側。おー、なんかすごいんですけど。ヨップル社は面白いところだ。思いっきり楽しんできな。はーい。ここで二人の話がつながりますね。行ってきまーす。一生懸命ジマネとウサピョンがバイバイってやってるのが、手を振ってるのが可愛い。あ、来た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 。うん、これがヨップル社か。おっきいね。ふう、到着だに。へえ、ここがヨップル社か。お、気づいた気づいた。チワッチ、チワッチ。私、ミソラダイス、全方位型オタクです。あなたは。俺はアマのコートだけど。うんうん。それじゃあ、あの超有名な妖怪マスターってコードさんのことだったんですか。妖怪マスター。ミーがジャポンで探していた妖怪の友達がたくさんいる人間だに。そりゃあ USA に行かれてたんじゃ会えるわけないよね。俺ってそんなに有名だったんだ。驚きました。人間としては至って普通なのに、妖怪を友達にすることだけは普通じゃないとか。他はものすごく普通すぎるだけにすごすぎです。褒めてるのかな。褒めてるんだよ。バカにしてないです。バカにはしてないしてませんよ。むしろリスペクトしてます。ようこそヨップル社へ。あ、来てくれてる。ヨップくんだ。ロボットだ。しかも自立稼働型じゃないですか。よくできてる。ヨップくん、本日皆さんをご案内いたします。ロボットでおもてなしとは、さすがヨップル社でウィス。妖怪ウォッチ U シリーズをお持ちということは、人間代表の天野コードさんとミソラダイスさんですね。そうだけど、人間代表ってどういうこと。今回の工場見学は、妖怪と人間の中から特別に選ばれた方々を方々が参加されています。お二人はその中から人間代表として選ばれたラッキーな方々なのです。おー、それは光栄であります。
ではご案内する前に早速最新のクラウド技術でお二人の荷物をスマートにまとめてしまいますね。いろいろなものがまとめられた。はい、人間代表として選ばれたお二人ですし、いろいろなものまとめちゃいました。妖怪、持ち物、お金、アプリなど2人分いつでも使えるんですよ。持てる個数も大きく増やしておきました。便利便利。妖怪メダルのメンバーとマイセットはコードさんに合わせています。2人分の妖怪を確認して改めてセットし直してくださいね。またウォンテッド妖怪と宝探しはコードさんしか進められません。さらにミスターゴヨーダ&ボックスによるとコードさんじゃないとダメだそうです。ゾンビナイトに巻き込まれるのもコードさんだけみたいですね。ですがそれ以外のことは基本的にどちらでもできますよ。今までできなかったことをやってみると新しい発見があるかもしれませんね。便利便利。っていうかクラウドって何やねん。あらら、あっという間にまとめられちゃいましたね。お二人とも同じ人間代表ですし、まとめてしまっても大丈夫ですよね。いや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 、大丈夫なんかじゃないってば。ね、これってさ、元に戻せないの？まあまあ、便利になっていいじゃないですか。お前のものは私のもの、私のものは私のもの、みたいな、ジャイアン。はい。いやー、それだと俺のもの全部取られちゃってるんだけど。交渉見学のスタートまでもまだしばらく時間があります。せっかくですからそれまでの間他の参加者の方々とお話しされてみては。話してみましょう。いつも眠そう、ジモニャン。よし、じゃあまずもうほんとこの辺、古典妖怪好きなのでここもねすごい嬉しかったんですよね。コードではないか、60年ぶりぐらいか。よー、コード、カイマと戦った時は世話になったな。土雲、大釜。この二人は古典妖怪の土雲と大釜。ジャポンの妖怪たちを束ねる二大勢力、元祖と本家のリーダーみたいだに。そんなビッグな方々ともお知り合いだなんて、さすが妖怪マスター。いや、なんか照れるな。しかし元祖と本家の大将さんがどうしてまたこんなところに。よっぷる社がひらがな。よっぷる社から招待されたのだ、古典妖怪代表としてな。へえ、あの妖怪ウォッチを作るとこが実際に見られるんだ。新しいもの好きの俺としてはこのビッグウェーブには乗ってかねえとな。我が輩はそういうからくりの類は苦手ゆえ遠慮しようと思ったのだが、この大釜に無理やり連れてこられてな。あ、でもよう来てよかっただろ、またコードと会えたんだしよ。まあそれは確かにな。コード、元祖と本家うまくやってるみたいでよかったにゃんね。これもすべてコードくんのおかげですね。そうなんですか、妖怪マスター半端ねー。いや、すごすぎですよ。ほんと見た目はいたって普通なのに。やっぱりバカにしてるよね。だからしてませんって。元祖本家遊んだ時もねすごい好きなキャラクターがたくさん出てきてて嬉しかったんですけど、ここもねいろんなのいますもんね。レジェンド、ネタバレリーナ、バレー、ごきげんようリーナ。あれ、君たちは、あ、うんちくまだ。うんちくまどうしてここに。僕たちはレデント妖怪代表として招待されたくま。あれ、うんちくまのこと知ってるの。ええ、実は前にいろいろとお世話になりまして。それじゃ挨拶代わりに僕のうんちくを。うんちくなんかよりまずは私のネタバレをお聞かせするリーナ。ん、ちょっと待つくま、ここは僕のうんちくが先くまよ。あら、うんちくなんて話す本人が気分いいだけで周りに迷惑リーナ。いや、ネタバレだって十分周りに迷惑だに。ネタバレなんかより僕のうんちくの方がうんとためになるくま。なんですって。あ、そっちことなんだくま。ぬぬぬぬぬ、ネタバレにうんちく、レジェンド妖怪は他にもいるのに、一体よっぷる社は何を考えてこの二人を選んだに。確かに、まあ、結構いるね、レジェンド妖怪いるよねって思うけど、どうしてだろう。さあ、はーい、あなたたちも工場見学に来たの。僕はスピーディーダブル。よろしくよろしく。私はバニーミントよ。私たちはメリケン妖怪代表として招待されてきたの。
こっちの二人は人間代表としてジャポンから来たのに。え、ジャポンから来たの？僕たちジャポンが大好きなんだ。おー、なんか嬉しいです。え、とにかくジャポンの食べ物が大好きでさ、天ぷらが僕の大好物なんだ。私はお寿司にハマってるの。ここで寿司と天ぷらですね。そうだ、チャンスがあったら今度僕たちの町においでよ。私のおすすめのお寿司屋さんに連れてってあげる。天ぷら屋、天ぷらも一緒にゴーゴー。それはいいですね、絶対行きましょう。うん、私は寿司も天ぷらもどっちも大好物です。ジバニャンと一緒。あとは、うん、コマさん、コマジローだ。もんげー、コードズラ？あ、焦げなところで会うだなんて偶然ずらね。かわいい。もうプリティすぎだね。コマジロー、コマさん。あ、コマさん、コマジロー、どうしてここに？ヨップル社さんに呼ばれて工場見学に来たずらよ。オラたちたくさんの妖怪たちの中から一般妖怪代表として選ばれたんずら。にゃんと、それはめっちゃついてるにゃんね。いやー、それにしてもプリチーの妖怪って本当最高ですな。つぶらな瞳にプニッとしたほっぺ、もうプリチーすぎます。ずら、怖いって。いやー、その表情も可愛い。まさにビッグバンクラスの破壊力。やっぱりウサピョンなんかとは比べ物にならないプリチーさですな。そもそもうすら影族は性格がネクラで、プリチーとは程遠い存在だし。ラニっていうか、ぶっちゃけ比べること自体がこの子たちに失礼みたいな。怒られるぞ、てめえ。あ、わわわ、ごめんなさいってば。いやあ、なんだか楽しそうだらね。あ、なんかあっちすごいよね。よし、オロチとキュービ。うん、お前たちは妙なところであるもんだね。オロチ、キュービー、お二人ともヨップル社の工場見学に招待されたんですか？ああ、そうだ、エリート妖怪代表としてね。まあ悪い気はしないけどさ。おや、あんまり見ない顔もいるみたいだけど。チワッチ、チワッチ、私ミソラダイスです。妖怪マスターであられるコードさんのお友達です。妖怪マスター、なんだそれは。あ、気にしないで、ほんと何でもないから。え？さあ、見学行ってみましょう。皆さん、お待たせいたしました。これから皆さんをヨップル社の中へご案内します。まさかこうやってヨップル社に入れる日が来るとは。あれ、おかしいな、目がうるうるして前が見えないや。早く中に入るにゃん。うん、そうだね。じゃあウィスパーお先に。あ、ちょっと待って、なんかさらっとしすぎじゃないですか。え、この中に入れるってことは本当すごいことなんですよ。置いてけぼりにならなかったね。それでは行ってみましょう。もんげー、広くて立派なとこつらね。それでは皆さん、こちらのジオラマをご覧ください。ジオラマ、このオフィスが空から見るとちょうどこのような形になっており、他に類を見ない斬新なデザインとなっています。この未来っぽい感じ、さすがはヨップル社さんずら。ありがとうございます。では奥の扉を通りまして、中庭へと向かいましょう。中庭、中庭、はい、こちらが中庭です。うん、自然がいっぱいでとっても気持ちよさそうね。ありがとうございます。自然にあふれてほっと一息つけるため、うちの社員たちにとってここは大事なリラックス空間なんです。へえ、そうなんだ。スピーディー、あなた今何を考えているか当ててあげるわ。自慢の超スピードで思いっきりここを走り回ってみたいな、でしょ。残念だけど外れだよ。正解はあと5周くらい走り回ってみたいなって、でした。だってもうすでにヨップル社の周りを10周くらい走ってきちゃったからね。マジっすか、いつの間に。やれやれ、呆れた。ではこの通路をまっすぐ進み、そのまま社長室へと向かいましょう。
え、社長室？それってもしかして現社長のマーク・シャッチーバーグとお会いできるってことですか？もちろんです。では社長室へ参りましょう。やったー、会えます。来たー、マークさんなんですよね。こちらが社長室です。もげー、広くておしゃれさんずらね。3枚モニターすごいな。いやあ、みんなよく来てくれたね。こちらが我が社の社長、マーク・シャッチーバーグです。感激ずら、まさか社長さんに会えるとなんて。あ、そんなの当然さ、君たちは大事なお客様だからね。いや、君がコードか。その妖怪ウォッチとってもクールだね。ありがとうございます。これが例のドリームか。社長、そろそろ次の会議のお時間では。おっと、そうだった。ありがとう、ヨップくん。さすがは我が社の開発した最新型コミュニケーションロボットだ。どういたしまして。じゃあみんな、僕はこれで失礼するよ。工場見学楽しんでいってくれ。はーい。あー、行っちゃいました。それでは皆さん、これから工場見学へ向かいますので、一度エントランスにお戻りください。おお、ついに妖怪ウォッチ工場の裏側をウォッチできるのですね。楽しみだに。はい、ついにヨップル社の中に来ました。エントランスに戻った後は工場の見学、ここから次回進めていこうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!